さあ、待ちに待ったミスターオリンピア2017、順位が出ました。オープンボディービル。まず第10位。第10位は、セズリック・マック・ミラーン。去年7位。去年7位だからね、3位落ちちゃった。アメリカ人の40歳。今年もいいよね。今年も良さそうなのに、落ちちゃった。理由は多分、水分が抜けきれてない。まあ、少しソフトに見えるよね、去年から。 比べると彼は身長が高い1 8 5センチあって1 2 7キロ体重がねでかいんだけど他のトップの選手と比べるとやっぱアスリートみたいな体なんだよね彼は今年のアーノルドクラシック優勝してるし結構期待もあってファンも多いからね彼の期待もあったんだけど少しね3位順位が落ちちゃってトップ10にギリギリ入った感じだね でも彼の背中は本当にすごいんだけどなまあでも少しソフトに見えるかなやっぱり、うん、ってことで10位はセージュリック・マック・ミラーン第9位はジョシュ・レナートウィッツジョシュ・レナートウィッツちょっと発音が難しいよね <laughs> オーストラリア人ですで1 7 8ンチ身長は大きい1 2 2キロ 去年がまさかの9位だから去年と順位変わんないんだけど去年と唯一違うとこ唯一じゃないけどね髪がない髪がなくなってます今年のなんかこのステージのライティングちょっと見づらいよね遠くから見ると特になんかちょっと背中見せるときとか反ってるときとか彼は1ヶ月前タンパーで優勝してるだから結構いいコンディション持ってきてる背中もいいねうん ちょっとハムストリングが少し甘いかとは思うんだけどねハムストリングがまあでもちょっと前にダレス・マッカーワーが亡くなった時に彼は一緒にいて第一発見者だからそう,いうもんそういう面では背負うものが大きいよね彼は月に7万円7 700ドル分食事をしてるそうですよ見習おうぜって <laughs> ことで第9位ジョシュ・レナート・ウィーツ さあ第8位第8位は今出てきた人ブランドン・キャリーブランドン・キャリーだね <laughs> 34歳のアメリカ人身長が170ちょいだねもうちょっと小さくも見えるけどフィートだからちょっと難しいんだけど115キロぐらい約ね体重が重いよねでもで去年16位だから8位すごい上がったね8個も上がったなぜかっていうとこの人オクセゲン・ジムっていうとこで めめちゃめちゃゃ、まあまあ、みんな頑張ってるんだろうけどこの人のその1年の変化というか、まあ、2年ぐらい今どんどん成長してるんだけどそれがすごいインスタグラムで本当にもうメディアでと取り上げるられてるぐらいだからインスタでブランドン・キャリーって調べて見てみてくださいでこの人のこの今年の順位にはいろんな声が上がっててもっと上に行けたんじゃないかとかちょっと。 ジャッジメントに政治的要素があったんじゃねえかとか結構言われてるんだけどすごいいい体だよね。本当にもう去年から見ても全然も素晴らしい成長を見せてると思う。まあお腹もそこまで出てないしね大丈夫だと思うよ。ってことで8位はブランドン・キャリー7位はナータン・デ・アーシャナータン・デ・アーシャちょっと難しいよね発音がね。去年12位で 今年が2回目の彼のオリンピアからイギリスでもうすごい有名なボディビルダーイギリスでは一番のボディビルダーででイギリス人だね、うん、で179センチ118キロぐらい約いい笑顔だよね <laughs> この人はもう俺が一番好きなのはもうフロントダブルバイセップですごいすごい背中を反ってこう見せるんだけどそれが好きなんだよね 背中もいいね、うん、去年12位だからすごい上がったよねコンディションもすごいと思うハムストリングもいい感じだね、まあ、さっき8位のブランデン・キャリーとこの人がまあ多分来年とかも順位上げてくると僕は思いますってことで7位はナータン・デ・アーシャーはい来ました第6位トップ6ですねトップ6 6位はです。40歳。キャラソーとよくわかんないキャラソーと出身がね去年6位同じ順位去年はウォルリー・ウィンクラーは自分のインスタグラムでちょっと不満そうだったんだよねこの自分の順位に対してそれはいろいろ意見があったんだけどまあお腹がバブルガッツって言って風船みたいに膨らんでる現象であったり まあコンディションの問題もあったけど去年めっちゃ良かったんだよねコンディションで今年もすごい良いいお腹も多分制御できてるバブルガットになってないから、まあ、腕はひたすら太いんだ,太いんだけどこの人は1 7 6センチの1 2 0キロでかいただただでかいなんで6位なんだろうって思っちゃうけど上には上がいるってことなんだろうな背中もいいねうん はい第5位はショーン・ローレン去年にまさかの第5位だす今年は髪の毛があるね髪の毛が彼は42歳ジャマイカ出身1 7 8ンチの1 1 3キロです今年はうんでもこの人はね毎年オフを作るんだよでっかい大会が終わった後に普通のボディビルダーってさ鍛えて鍛えて一年中一年通してバルクの時期を作って 大会に向けてカットするそれを何回か1年にでいろんな大会とか出てると思うんだけど、まあ、この人は完全に完全にいいじゃないかもしれないけどオフを作るからそれのちょだから大会に向けての調節が難しかったんだと思うで今年少しソフトに見えるしお腹も少し出ちゃってるねうんこの人はあんま把握一緒ばってポージングしないんだけどね面白いねこの優しい感じのこの人は ショーン・ローデンは少し前にインスタグラムで自分の体公表してでこれになんか少しサイズが足りなかったみたいで結構非難非難じゃないけど結構言われててまあでも順位もその通りになっちゃったかなちょっと今年は彼のベストじゃないと自分は思いますちょっとバックラップス・ワッツ・プレッドを見てうんちょっとソフトだね 第4位はこの人。出てこないな。きたーデキスター・ジャクソン、生きる伝説、47歳、生きるヴァンパイア。2008年のミスター・オリンピアのになった人ね。去年3位。1つ順位下がりました。身長は170ぐらいかな。もうちょっと小さくも見えるけど、5.7フィートが170ぐらい。体重は111キロ。うん。今年は、 うん、いつも通りいいね。47歳。ありえないよね。これが47。少しお腹出てるなでも、ちょっとバブルガットになってる。で、彼の最高だった時期と比べて、自分は少し足のサイズが、少しね、落ちてると思う。でも、横から見てもハムストリングのラインもちゃんとあるし、うん、まだまだいける。そう思います。去年最だか、ちょっと落ちちゃったね。トップ3ね、これから食い込むのは結構難しいかな 背中を見ましょう背中バックダブルバイセップスババッいいね第3位はウィリアム・ボーナーク去年5位だから2位上がった35歳のフランス人今フランスに住んでるかアフリカのどっか出身だったんだよね確か約7 0以下だと思うね身長は でで体重キロです去年より5パウンド5パウンド重くなってる約2.5キロぐらいかな 2, 2キロちょいかな毎年そんぐらい成長しててこの人はまあ現代のジャイアントキラーって言われてるんだけどジャイアントキラーってそのでっかい身長がもっとでかい人たちをより順位が上にいっちゃうみたいなその身長が小さいのに本当に筋肉量が多くて形も良くてそういう感じだねうん で背中見れば分かるんだけどもうその着てるビキニのところまで全部背中みたいな感じだからこの人はもう遺伝子の大爆発だと思う足もいいねうんちょっとラッツプレートを見てバーバッお第3位あとでトップ3の選手の比較を見せるからそれもあとで見てください わあすごいと思う。本当に。全部がなんかつながってるよね。身長が少し低い分。もりもりしてる感じはすごいある。サイド・トライセプス。いいね。第2位。ビッグ・ラミー。ビッグ・ラミー。ビッグ・ラミーになっちゃったよ。お兄が。すごいよ。去年4位。2位上がったね。32歳。スーパー若いエジプト人。一番トップ10の中で一番体重が重い。133キロ。 まあ身長178ぐらいかな結構でかいよねビッグラミーは今年世界にショックを与えてやるっつって意気込んでてもうみんな期待しててねその通りの体で登場してくれてまあ2位2位だから本当にすごいと思うんだけどあとでまあ説明するけど結構フィレヒースとの間っていうかそのバチバチしてて結構あ争ってたから2位になって結構いろんな批判というか ラミーが1位だったらとか結構言われてるんだけどま,まあそんなことはどうでもいいとして体を見ましょうん自分が思うのはそのオイリングがちょっと足りないかなちょっとドライに見えるよねもうちょっとオイルちゃんと色もつけてあげれば背中とか特にちゃんと見えたと思うんでね足もそうだけど去年が本当に絞ってて少しサイズ落ちて見えたから今年が本当に大きく見えるよねうん まあ2位になったのもその政治的要素とかビッグラミーがアメリカ人じゃなくて英語完璧に喋れないからとかあるけどまあ体を見てジャッジしたと信じたいよね背中すげえなー結構ローーバックって言って下の方の背中が課題されてたけど今年は本当にローーバックに線まで見えるからそこすごい改善したと思う。 一番広い背中です、これが。<laughs> ってことで、また後でビッグラミー戻ってくるけど、2位はビッグラミー。1位はもちろん7連覇、フィル・ヒース。フィル・ヒース。37歳、アメリカ人7連覇です。おめでとうございます。あ、今出てきたんだ。7連覇。176かな身長が。確か。 で体重252だから115キロだねうん正面から見るとすごいよねでも結構注目して見てもらいたいのはやっぱお腹バブルガットって言って風船のようなお腹が今年は本当に避難されてるからちょっと注目して少しでも腹筋の力抜くとバブルガットの人って出ちゃうんだよねなんでかっていうといやいや今体を見ようさーい シェース、ババうん、分厚さは本当にすごい。チャンピオンである理由はわかるよね。でも、これではもう、背中もう、フィルが背中を見せたら誰も勝てない。本当に。それはデカさじゃないんだよね。フィルヒースの、その 3D、エフェクトって言われたんだけど、そのボコボコ感というか、その、日本語にはね、難しいんだよね。 まあ見れば分かるで、一番ワイドな背中じゃないのに、この,のバックラッツプレイほらね、コブラがいるでしょ、背中に。これがフィルがチャンピオンの理由だと僕は思うんですよ。乗ってる乗ってる。ただお腹が今年はね、2014年ぐらい大きい。2015に戻してきたんだけど、お腹を。 うん、マスキュラポーズはすごいよね本当にフィルヒースかな今年もフィルヒースだよ後で見せるけどお腹すごいかね本当に今年はそれが結構メディアで非難されててファンからも非難されててでフィルヒースあのインスタのアカウントをコメントできなくしてるぐらいだからそんなことはさておきトップ3の選手の比較を見ましょうゆっくりね 左ウィリアム・ボーナック右ビッグ・ラミー真ん中フィル・ヒースまあサイズではビッグ・ラミーにはもう二人は勝てないんだけどさここはビッグ・ラミーが英語のポージング聞き間違えて後ろを向いちゃってみんな笑ってる感じのねでこのポーズではもうビッグ・ラミーが俺は一番だと思うこの r ッつって背中を広げられる感じとか フィルヒースはちょっとね、手前にやってないからね、あんまり背中が見えなくて。で、サイドチェストは、うーん、自分はフィルヒースかな。分厚さが、胸とか、本当にすごいと思う。ウィリアム・ボーナックも分厚いよな、本当に。すごいよね。で、ここで、これが起こったんさ。生中継のこれ、引用してるんだけど、画質が悪くてごめん。 ビッグラミーが真ん中に来たの呼ばれてびっくりした普段そんなことないからでフィエヒースがそうやってびっくりしてビッグラミーのケツ見てそうでいくぜっつってさあ3人の背中を見ましょうダブルバックバイセプスここでよく見てほしいフィエヒースのおな ちょっと画質が悪くて見えないかこれがすごい取り上げられててうん力抜くとねでバブルガットがいいかって言われたらね良くないと思うんだよその見た目なことであったりそりゃそのいろんな原因があるんだよ食べ物だけじゃなくてグロースホルモンとかステロイドとかで何かしらのあれが起きてバブルガットになっちゃうんだよねお腹が膨らんで。 バック・ラッツ・スプレッドはこれはフィリル・ヒースだろう 3D 感というかなんかあれが違うやなこれは次元が違うこれには勝てないサイド・トリセプスかウィリアム・ボーナックもいいよねでもラミーが真ん中にいるって不思議だよなこういうこと普通ないからさずっとフィールが真ん中だったのに でこここでで真ん中に来たでこれでねちょっとフィルが安心したっぽいね笑ってるお腹そう力抜くとお腹が出ちゃう別にフィルヒースが嫌いとかそういうことは全くなくて大好きなんだけど今年は本当に言われるのもしょうがないとは思うよねこれ見るとビッグラミーはバブーガットないんだよねそれが評価されてるこんなでかいのにね フィエルヒースが最初にバブルガットになったボディービルダーじゃないんだけどねロニー・コールマンもいたしブレンチ・ウォーレンもいたしいろんなボディービルダーがなってることなんだけどチャンピオンとしてこれはちょっとねひどいって言われてるんだよねでフィエルヒースが2人とハイタッチグーをタッチしてフロントダブルバイセプスよっ皆さんの評価はどうでしょうか みんなの評価を聞いいてみみたいっす。みんなの予想してた順位とかみんなが思うこと順位に対して思うことをひコメントよろしくお願いします。では。